はい、どうも、こんにちは。TI からのプライズと申します。さあ、今回の動画なんですけどね、なんと、シーズン14の後半から、シーズン15でですね、ALGS のコレクションイベントが到来するらしいです。で、今回のこのコレクションイベントですね、以前この ALGS に出場した、主なチームのバナーっていうのが配布されたんですけども、これよりも一段とですね、めちゃくちゃやばいイベントのですね、例えばキャラクターのスキンだったりとか武器スキンっていうのが登場します。で、今回の動画ではですね、この ALGS のコレクションイベントの詳細についてをね、話していくんですけども、どうやらですね、以前話した色違いヒートシンクが、この ALGS イベントの最中にですね、到来するらしいんですよ。で、この ALGS のですね、コレクションイベントのスパレジ枠として、どうやらですね、このヒートシンクの色違いっていうのが登場する可能性があるんですね。で、今回ですね、この色違いヒートシンクについてもですね、詳しく触れながらですね、このコレクションイベントの概要についてはですね、話していこうと思います。それでは今回の動画はタイトルといたしました。ALGS イベントがシーズン14からシーズン15で開催か。ということで、今回はね、こちらに関する詳しい話題をお送りしていきます。では、まず一つ目。今回のこのイベントをね、詳細から話していきましょう。で、まずですね、この ALGS のコレクションイベントなんですけども、これがですね、ALGS のプロリーグの開催とともにですね、これが開催される可能性があります。で、この ALGS のプロリーグがいつ開催されるかって言いますと、これがですね、11月6日の日曜日からですね、スプリット1が開始されます。で、これスプリット1となっているようにですね、これ2スプリットに分けてですね、こちらのプロリーグっていうのがですね、今回開催されます。で、これ各地域のプロリーグには30チームが参加しまして、で、レギュラーシーズンスプリットをこれ2つ用意した上で、地域ファイナルをですね、それぞれ開催するらしいです。で、これですね、3つのライブイベントと賞金総額500万ドル、まあ日本円に換算すると7億円もの賞金がこちらで出ます。で、これに伴うコレクションイベントっていうのが、今回のこちらの動画で話すですね、このスキンイベントなんですね。で、現在判明しているチームスキンをね、まずは10個ほど話していきましょう。まず1つ目、TSM。これがですね、オクタンのスキンとして登場します。そして、2つ目が NRG。これがブラッドハンドのスキンですね。そして、3つ目が G2。で、これがですね、ジムのスキンとして登場します。そして4つ目が CR。これがワットソンですね。で、5つ目がですね、フナティック。これが R99 のスキンとして登場する可能性があります。そして、6つ目がナビ。これがホライゾンですね。で、そして7つ目がですね、フェンネル。これがクリプトのスキンとして登場する可能性があります。そして、8つ目がクラウド9。これがバルキリーのスキンですね。そして、9つ目が100シーブス。これがですね、パスファインダーのスキンとして登場しますね。で、最後、10個目がですね、アライアンス。これがですね、バンガロールのスキンとして登場する可能性っていうのがあります。まあ、今回ですね、判明しているうち10個を紹介したんですけども、これ以外にもですね、ヒューズだったりとか、あとミラージュだったりとかのスキンが登場します。で、これですね、なんとレアリティはすべてレジェンダリーでありまして、再販が求められている限定イベント用スキン、例えばバンガロールのこのサングラスをかけているスキンだったりとか、こういったものも存在するため、それぞれの価値は2000コイン以上と想定されます。で、これによってですね、これがもしコレクションイベントで登場するのであればですね、ほとんどすべてがですね、これレジェンダリーのスキンなため、これかなりの金額、まあ総額で言うとですね、2万円を超えるようなですね、ラインナップがされる可能性があります。じゃあ、これですね、コレクションイベントって、これまで全て買ったらスパレジがついてくるよっていう話だったんですけども、今回のこのスパレジ枠っていうのがヒートシンクの色違いなんですね。で、これについてもね、今から詳しく見ていきましょう。これがですね、クラルリンドー氏からのですね、情報なんですけども、クラルリンドー氏枠ですね、今回のこのフラットラインのヒートシンクの色違いっていうのが、このコレクションイベントを全て開放した上でですね、無料で手に入るものというふうに、見解を示しております。で、これ実際の発言読んでいきましょう。ゲームに登場する新タイプのスパレジイベントが到来します。で、このコレクションイベント全体を購入すると、ヒートシンク色違いスキンが無料で手に入れます。というふうに話してるんですね。で、ここで追記ですね。基本的にフラットラインの色違いはコレクションイベント報酬のようです。というふうに話しています。ただですね、これ一応無料で手に入るというふうにオブラートには包んでいるんですけども、これ先ほども言ったように、これ総額が2万円以上で、これ無料で手に入るっていう判定なんですね。まあ要するにですね、まあスキンはもろもろ手に入りはするんですけども、しかしですね、まあこのフラットラインの色違いスキンを手に入れるためにはですね、総額2万円以上支払った上でですね、この武器スキンっていうのが手に入る可能性があります。で、これがですね、これまでのエイペック市場でですね、
最も高い武器スキンとなる可能性がありまして、まあこれね、シーズン4からバトルパスを買っていて、で、ずっとですね、このヒートシンクヘビーメタルを持っているプレイヤーはいいんですけども、しかしですね、このシーズン4以降から始めたプレイヤーにとってはですね、このコレクションイベントで2万円以上払って、やっと手に入るスキンとなってしまう可能性があるんですね。で、これに関してはですね、めちゃくちゃ賛否両論が分かっております。で、例えばですね、まあ、EA こすいて使うなとかですね、ぶっちゃけ2万円以上払ってもいいから買うとかね、まあ、そういったプレイヤー数が存在しているんですけども、ただですね、どっちかっていうとですね、これ、まあ、足元見てるっていう風に思うプレイヤーがかなり多いんですね。ただですね、まあ、これに関してはですね、多くのユーザーの意見があると思いますので、これですね、コレクションイベントの課金スキンとして登場することに、自分は賛成だ、自分は反対だとか、まあ、そういった意見何かありましたらね、コメント欄に書いていただければ幸いです。はい。では次に二つ目、このコレクションイベントが果たしていつ開催されるのかっていう話をしていきましょう。で、序盤にも言ったようにですね、こちら ALJS のプロリーグの開始時期っていうのが11月6日の日曜日なんですね。だからこの ALJS のプロリーグの開催に合わせてこれらのスキンが登場するとしたら、これの前後1週間になる可能性があるんですね。じゃあこれがどういった時期かって言いますと、シーズン14の終了日っていうのが11月の1日火曜日なんですね。で、そしてシーズン15の開始日っていうのが11月2日の水曜日です。で、あった際にですね、じゃあこの1週間、前後1週間がどういった時期になるかって言いますと、これですね、10月の25日から11月の9日なんですね。だからおそらくこの ALGS のコレクションイベントが来る時期っていうのが、この10月25日から11月の9日のこの間になる可能性があるんですね。ただここの時期っていうのが結構微妙な時期なんですよ。っていうのもですね、シーズン15で新たなコンテンツっていうのがたくさん到来する可能性があります。これはですね、新しいレジェンドもそうなんですけども、新しい武器ジェミニーもですね、このシーズン15で登場する可能性っていうのが指摘されております。であってしまうとですね、このシーズン15の開始時期に合わせてしまうとですね、このコンテンツが盛りだくさんすぎてですね、プレイヤーが混乱してしまう可能性があるんですよ。なんて際にはですね、これシーズン14が終わるこの1週間前に開始する可能性、もしくはですね、シーズン15が始まってからですね、1週間経ってからの開催が可能性として挙げられるんですよ。だからこのですね、11月1日と2日っていうのはかなりですね、このエイペックスでも顕著に目まぐるしい変化が到来する時期ですので、このですね、2日間っていうのはおそらくですね、到来しない可能性っていうのが高いです。ただですね、これまだ具体的な時期っていうのが完全に公式から発表されてはいないため、これがですね、最新情報が更新され次第動画にしていこうと思います。といった感じで今回の動画は以上となります。で、もしこちらですね、参考になった、またはですね、このスキンかっこいいと思った方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。するか、バンゴ忘れろ、ホテルニューアーズ、ホテルニューアーズに反応するってことは関西の方です。ゴリゴリ関西人ですよ。そうだった。